ユートってそっちなの？だからなんで私が。クラスは？一目惚れタイプか。やってらんない、帰ろ。そうだったら抜け駆けは良くないわよ。抜け駆けじゃないわよ。クラスがわからないとなるとしらみつぶしに当たっていくしかないか。どこか。ユートが気になってる子。そんな食い入るように見入っちゃって、気づいてくださいって言ってるようなもんだぜ。私のユートストライクゾーンデータには該当しない子だな。にしてもなんか自分の世界に入っちゃってるわね。だな。自分の世界に入るっていうか作っちゃってるのよね。侵入者を見つけたらことごとく排除するタイプか。そう、こういう場合は不可侵条約を結ばないと。高い壁の方が登った時気持ちいいぜ。途中で落ちて再起不能が落ちよ。一度落ちちゃったらもう一回登ろうとは思えないわね。ツインテール、恐るべし。でも自分を表してる髪型よね。ツインテールってなんか強気ってイメージがあるし。金髪は必須条件だぜ。ツンツンしてそうなイメージはあるかな。
バカ、このご時世でついてだぞ。ツインテールで悪かったな。こんな目と鼻の先で、しかも普通に喋ってたら聞こえるに決まってるだろ。あ、誰かと思ったらお前は。猿って何よ。まあ猿って言いたくなる気持ちもわかるけど、先輩にその態度は感心できないわね。何よ。お前はキジか。キジ？ちょっと何を言ってるのよ。お前は犬。私は犬だ。ふん、ユートが猿で姫原がキジ、空が犬となると俺は桃太郎か。きびだんご。レチョ類がい。クソ生意気な小娘ね。可愛げのかけらもない。うっさいな。ほら、窓開いてるから大空に羽ばたけ。で、二度と戻ってくるな、キジ。この金髪いて小娘。ゆめか、落ち着きなさい。相手は年下なんだから。私は八幡空よ。ほら、ゆめかも自己紹介して。ゆめかよ、姫原ゆめか。俺は名乗るほどのものじゃないが。じゃあ名乗らないでいい。名乗らせて。あなたの名前は？猿と愉快な仲間たちに名乗る名前なんて持ち合わせてないの。陰でこそこそ言ってたのは謝るわ。でもその態度は。お手。おい小娘、ちょっとトイレ来い。あんたらこそ早く鬼ヶ島に行ったら。鬼はあんたよ。いい眼科紹介してあげようか。この小娘、すっけが強いことで。それは違うぞ。姫原はメガエスで、空はギガエスだ。うっさい。二人とも寺に昇格。納得。
私たちがテラなら小娘はヨタね。いいえ、無料対数よ。ちなみにヨタは10の24乗、無料対数は10の68乗だ。黙れよ、ナノムネ。ナノムネ？犬はマイクロムネか。マイクロムネ？ナノは10のマイナス9乗、マイクロは10のマイナス6乗だ。あんたに言われたくないわよ。そうよ、私がナノムネならあんたはヨクトムネよ。そうよ、ネハンジャクジョよ。ちなみにヨクトとネハンジャクジョは10のマイナス24乗だ。喜びなさい小娘、この試合には反則負けがない。いつ始めるの？おバカさんね。もう始まってるのよ。そう、二人がかりだけど。卑怯なんて言わないわよね。まさか、いつでもどうぞ。二人がかりで勝てると思っているのなら。完全に違う世界に旅立ってるな。もうこんな時間か。いいの？ここで私たちと決着をつけておかないで。いろいろと邪魔になるわよ。姫原とソラはまだ戻ってきてないな。道端を這う芋虫を邪魔だと思ったことはある？煽り合いなら負けてないな。私たちは芋虫ってわけ。芋虫のまま這っているんならめでてあげる。でも間違っても蝶になろうなんて思わないことね。蝶になった瞬間に羽をもぐから。なこのあなたたちは道端を這いずり回ってる姿がお似合いなのよ。でも、頭に血が昇った野獣2匹はどうするんだ？こ、む、す、ねえ！サンナユタカイ殺す！ちなみにナユタは、あ、そうだな。はあ、じゃ俺は姫原な。
まだ5ゲームまで時間はある。息の根止めてやるんだから。はいはい、そこまでそこまで。あ、ちょっと話しなさいよ。教室に戻ったらな。しようがないもんね。ごめんなさいです。私もユウトさんを探したんですけど見つからなくて。レナちゃん。はい。私はお姉ちゃんのそばにいたんですけど。逃げました。お姉ちゃんとソラさんとユメカさんの雰囲気が凄まじくて。私もお話しすることがありますし。お姉ちゃんのこと。正直にお願いします。私の自慢のお姉ちゃんだったんです。もちろん今でも大好きですし、自慢できるお姉ちゃんですけど、前はもっと心を開いていたんです。は
姉ちゃんは勉強もできるし運動神経も良くて、私はお姉ちゃんと一緒に外で遊ぶことができない体になってしまいました。病気だったんだ。生まれつきなんで容体が悪化したって言った方がいいかもしれません。はい、長い時間戦ったんですけど、余命より長く生きたんですよ。長く生きることはできたんですけど、お姉ちゃんと一緒に学校に通えたのは小学校の時に少しだけ。お姉ちゃんはいつも私にこう言って励ましてくれました。いつか一緒の制服を着て学校に行こうって。でもついにその約束を果たすことはできませんでした。はい、この存在になってからお姉ちゃんのことが心配で見に行ったんです。お姉ちゃんはいつも一人で、はい、ゆうとさん、でも人を無限大という異なる存在の解放は俺が思っていたよりずっと、バレたか。うるさい、緩んだ気持ちを引き締めてやったんだ、ありがたいと思え。俺は太閤の死神に心から感謝しつつ、今日という一日を
うん、今のユウくんならすると思うな。マジっすか。うわあ！死神を窓から投げ捨てた。ユウトさん、すげえ。ゆうちゃん、今日の夕飯は何がいい？なんでもいいわよ。なになに？今日の夕飯は親子丼ね。ゆうちゃん親子丼好きでしょ。お母さんよりも。夕飯のおかず買ってきたな。やっと放課後ね。この時を待ちわびたことか。お前ら待ってなさいよ、小娘。決着をつけてやるんだから。何その呆れたようなため息は。ようなじゃなくて呆れてるんだよ。悪いけどやられっぱなしは趣味じゃないの。同じく。何よ、好きな子を守る王子様気取り。いくらユウトの好きな子だからってそれだけは聞けないわね。お前まで興奮してどうする。とりあえず口で語り合えないのなら拳で語り合うのみ。うんうん。ユミ？あの子、ユミって言うの？理由って？なんか、最後に推測の言葉がついたな。つまり、それを知るためにお近づきになりたかったと。それなら今回は引いてあげる。だけどどんな理由があったってあんな態度は許されることじゃないわ。次はないからね。
空はな、うまく感情を抑えられないんだよ。爆発しそうになった感情の矛先がたまたまユートだっただけで、ユートに爆発させちゃったからまずくなって。別にユートのことを心から憎んでるわけなんかじゃないってことだ。時間が経てば元に戻るって。とりあえず今は空のことよりユミってこのことだろ。あの子と親しくなるのは難しそうだな。どうかな、多分話してくれると思うよ。逆に聞くけど、なんで他人を寄せ付けないんだと思う？他人に興味がないからか。そう。他人に興味がない人って自分のことは割と話すわよ。逆に他人のことを聞かない。なるほど。他人に興味がないから自分のことをどう思われようがお構いなしってわけか。そう、普通と逆なのよ。普通の人は自分以外の人の情報を求めるでしょ。例えば兄弟とか趣味とか付き合ってる人はいるかとか。気になってないことは置いといて、知りたがるのは興味があるからなのよね。もしかしたら自分と同じ趣味、価値観を持っているかもしれない。仲間を探しているわけだな。そうそう。逆に自分のことはあまり話したがらないでしょ。プライベートを細部まで知られたくないから。他人に興味がないから自分のことをどう思われたっていいのよ。だから自分のことに関しては普通の人よりガードが甘いと思うな。問題なのは距離よ。人は大きく分けて3つの距離を利用して人間関係を営んでいるって知ってる？密接距離と社会距離と公衆距離だな。そう、密接距離と社会距離の間に個別距離と呼ばれてるものもあるけど、私は密接距離に入れちゃってる。まあ似たようなもんだからな。明確な言葉を知らないだけで、言うともう、というか、みんな感覚的に理解しているのよ。密接距離は自分から約 1.2 メートルの距離。今私とヨウとユウトはこの距離に位置しているの。別に不快さは感じないだろ。じゃあ俺の代わりに担任がいたら？それ。密接距離への侵入が許されているのは友達、恋人、家族とか、自分が心を許している人たちだけなの。要は信頼している相手だな。近づかれると危険度も増すんだから。社会距離は密接距離の外側から 3.6 メートルぐらいまでの範囲。密接距離に自分が許していない人が侵入してくると社会距離まで退避するのよ、無意識にね。
それができない場所だと嫌悪感とかストレスを覚えるんだ。満員電車やエレベーターの中は落ち着かないだろう。それはこういうことだ。公衆距離は社会距離の外側からだいたい 7.5 メートルくらいまで。これは何をやられても全く気にならない距離。つまり行動を確認してからの逃走が可能な距離だ。普通の人なら密接距離は我慢できなくても社会距離はある程度我慢できるのよ。というか我慢できるようにしてるの。社会に出るとどうしても第三者との距離が縮まるからな。でもたまに社会距離への侵入も拒む者がいる。ユミはその典型的なタイプね。ある程度接近したらむき出しの敵意を向けて退避させるか、自分が退避するかだな。自分の距離に侵入されることを嫌うのよ。身体的、精神的、どちらの要素かはわからないけど、身の危険を感じているんだよ。この距離は防衛距離だからね。自分の身を守るために本能に植え付けられているのよ。サバンナのガゼルとか、結構近くにライオンとか来てても逃げないで食事してるって場面、テレビとかで見たことあるだろう。サバンナみたいな大げさな場所じゃなくても、道端で猫とかと会った時を思い出してみるといい。ある程度の距離までは逃げないだろう。それはその距離なら襲われても逃げ切れる自信があるからだよ。人間だって昔はいつ殺されるかわからない殺伐とした時代だったじゃない。軍隊とか上官の前に立つと休めの姿勢するだろう。あの時に利き腕を抑えるのは自分に攻撃する意思はないって示すためさ。ファミレスでも電車とかでも端っこの席に座りたがるのは攻撃される方向を絞るため。人間も気づかないところで結構防衛手段は取っているもんなんだぜ。この距離に侵入できる方法というか侵入できるタイプが2つあるのよ。ユミが作り出した距離は見えないけどなんかオーラみたいなのがあるでしょ。普通はそのオーラを感じて近づかないんだけどたまに入っていく人がいるのよ。あえて入る無謀な人。まあ似たようなもんかな。マジでか！あんた私の距離にズカズカ侵入してくるじゃない。許されているからな。とこのタイプは思い込みが激しくて相手に凄まじい嫌悪感を与えるから注意してね。キャイン！それでもう一つのタイプは作り出されたオーラに気がつかない人。そう、殺気が効かないタイプね。いくら殺気を放っても効かないからそのうち殺気を放すことをやめちゃうの。
無理だな。天然を装う時点で天然じゃない、人工だ。侵入しなければいいのよ。ユウトはユミのことを知りたいんでしょ。知るためには話さないといけない。でも近づくと敵意を向けられ逃げられちゃう。だったら逃げない距離、つまり社会距離の外ギリギリまで近づいて、そこから話せばいいのよ。そうそう、ああ、あと注意しなきゃいけないのは、自分のことを知ってほしいって思わないこと。うん、そういうタイプの子って他人に関する話が嫌いだから。よくできました。何を当たり前のことを。自分がどれくらいの距離の侵入を許されているか知ることで、その人が自分に対して抱いている感情もある程度わかるわよ。そうそう、つまり姫原は俺のことを信頼してくれているってことだ。密接距離バサイ。社会距離まで待機。侵入。防衛。戦士。